世界を作らせればいいと。剣を片手に不思議の国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていた。そんなアリスは森の奥、罪人のように閉じ込められて、森にできた道違いに彼女の性を知る術はなし。2番目アリスはおとなしく歌を歌って、不思議の国、いろんな音をあふれさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に撃ち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れていく。三番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんなアリスは国の長、秘密な夢に取りつかれて、くじく体に怯えながら国の頂点に君臨する。森の小道をたどったり、バラの木の下でお茶会、お城からの招待状は母のトランプ。不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けて、ついさっきやってきたばかり。気の強い姉と賢い弟、一番アリスに近かったけど、二人の夢は覚めないまま、不思議の国をさまようか。내가왔다가스무려에도수용없었다.